はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ今回はデトロイトタイガースについて話していきますが、ここ数年間は再建を続けてきたタイガース、その間に有望なプロスペクトも多数集まり、昨年は若手の活躍などもあってシーズン77勝85敗で地区3位と予想以上の健闘を見せたのも記憶に新しいですよね。再建期に集めたプロスペクトも順調にメジャーに昇格、あるいはそれに近いところまで来ていたため、フロントはオフに大型補強を仕掛けて一気に勝負。まだ昨年の地区優勝ホワイトソックスほどの戦力はない印象ではあったものの、今季開幕前の時点ではホワイトソックスを脅かす存在として、同じく補強に動いたツインズと共に AL 中地区を盛り上げてくれるかと思っていましたが、現地6月15日の時点でタイガースは24勝38敗で地区4位、大きく負け越している状況で、今季ここまではずっと苦労しているそんな印象のチームですよね。チーム力は間違いなく開幕前の時点でアップしていたと思っていただけに、ここまでこけてしまったのは意外でしたが、今回はそんなタイガースの苦難をお話していければなと思っています。はい、まずは時計をオフに巻き戻してタイガースが獲得した主な選手を思い出していただこうかと思いますが、まあ、結構積極的な補強をしていましたよね。ロックアウト前から動いてショートのバイエスと6年総額1億4000万ドル、先発投手エドゥアルド・ロドリゲスとも5年総額7700万ドルと大型契約を一気に2つも出しましたし、ロックアウト明けてからは昨年 MLB 屈指の左のリリーフとして活躍したチェイフィン、先発ローテーションを固める動きとしてピネダとそれぞれ契約。昨年のオフはキャッチャーの FA の層がかなり薄かったため、オフが始まってすぐにレッズからトレードで守備に定評のあるバーンハートを獲得したり、開幕直前にはレイズから強打者メドウズを連れてきたりと、今のロースターに欠けていたポジション、欠けていたピースを着実に集めていた印象でした。結果的にバイエスと同額でストーリーと契約できたので、であればそっちでも良かったかなと思うくらいで、そんなに補強自体おかしなものでもなかったんじゃないですかね。ただ現実にはなかなか勝てていないと。今季のタイガース特に苦しいのが打線ですよね。本拠地が投手にめちゃくちゃ有利な球場なので、他のチームと比べて見かけ上の打撃成績が劣るのはまあ仕方ない側面もあるんですが、今季のタイガースはそれを加味してもあまり打てていないと。とにかく頻打に悩まされていまして、チーム打率2割1分9厘は MLB28位、しかもそれはまだ良い方で、深刻な長打力不足のせいで長打率がぶっちぎりの MLB 最下位。このせいで OPS も MLB で唯一6割を下回り、 WOBA、WRC プラスも MLB 最下位となっています。1947年以降でチームの OPS が6割を切った状態で前半戦を終えたチームはわずか4チームしかなく、まだオールスターまで1ヶ月程度時間はあるものの、タイガースは不名誉な史上5チーム目となる可能性があるんですよね。要するに何が言いたいかというと、今季のタイガースはただ打てていないだけではなく、歴史的なレベルでここまでは打線が機能していないことになります。打線の誤算が多いタイガースですが、特に大型契約を結んだバイエズが全く結果を残せていない点は痛いですよね。近年は打撃の荒さが目立つ印象もあるバイエズですが、それでもリーグ平均以上のバッターとしては活躍していて、タイガースとしても多少低打率でもシーズン30本打てるショートの姿を期待していたかと思います。ただ現実はどうか。50試合で打率1割8分8厘、 OPS はわずかに5割1分9厘、 WRC プラスもたったの47と、リーグ平均が100で47、平均のバッターと比べても半分以下の攻撃力、これはさすがに誤算とかのレベルではないですよね。今季のバイエズは三振が近年と比較してめちゃくちゃ多いというわけでもないんですが、ハードヒットの割合が激減していて、昨年比で10ポイント以上減少、これに加えてゴロ率も上昇してしまって、バッティングに二重にマイナスに作用してしまっている感じでしょうか。ベースボールサマントのランバリューでは昨年スライダーをかなり得意としてきたものの、今季は一転してかなり苦労している様子も伺え、なかなか浮上のきっかけをつかめていません。またバイエズ以外のバッターもかなり厳しいですよね。今季150打席以上に立った選手で WRC プラスが70未満の選手がタイガース5人もいて、しかも昨年打線の中心として活躍したグロスマン、カンデラリオ、スコープが見事に全員スランプなので、もうどうしようもない。2020年ドラフト全体1位指名を受け、今季開幕からメジャーのロースターに入っているスペンサー・トーケルソンも打率1割7分8厘、 OPS も5割台で WRC プラス67とまだ本領発揮とはいかず、さらに昨年ルール5ドラフト指名から MLB のレギュラー定着まで一気に飛躍の1年を送った外野手アキル・バドゥーンも開幕からの不振の影響で現在はマイナー暮らしと、今季のタイガース打線に関しては本当に誤算に次ぐ誤算、何もかもがチームの期待していたものとは逆の結果になってしまっている印象ですね。
明るい材料を挙げるとすれば、本当だったら開幕から MLB のロースターに入っていたはずも、怪我でそれが叶わなかったトッププロスペクトのライリー・グリーンが今トリプル A でプレイしていて、そう遠くない未来に MLB に上がってくると思われますので、彼が入ることで新しい風が打線に吹くといいですかね。さすがに今のタイガース打線はできなさすぎだと考えていますので、今後の揺り戻しに期待したいところです。さて続いては投手陣の状況も見ていきたいと思いますが、こちらは打線と比べたらまずまずといった具合で、チーム防御率 3.96 は MLB19 位、 FIP もほぼ変わらない 3.98 で15位。今季のタイガースはブルペンが光り、ブルペン防御率 3.11 は実は MLB6 位と好成績を残しているわけなんですが、それでもチーム全体では MLB でも真ん中あるいは少し下くらいの投手陣ということは、先発陣があまり機能していないわけですね。再建期に集めた先発のトッププロスペクトたちが今まさに MLB でプレーしていますので、本来はここがタイガースの強みになっていてほしいところなんですが、そうはなっていないと。打線の状況が深刻なだけに、たとえ先発がいくらか良かったとしても、今のタイガースをめぐる状況が大幅に改善していたわけではないにしても、さすがにここまで沈むこともなかったんじゃないのかなと思ったりもします。先発陣に関しては故障者が相次いでいて、これではさすがにどうにもならないよなといった感じです。一番痛かったのが2018年ドラフト全体1位指名を受け、昨年エース格のピッチングを見せたケイシー・マイズがトミー・ジョン手術を受けることになってしまった点で、今季に限らず来季もほとんどいない可能性が高そうなのがまさに泣き面に8。マット・マニングも肩の怪我で4月下旬からずっと離脱していますし、FA で先発ローテーションを固める形で獲得してきたピネダも右中指を骨折。さらに不幸は続き、大型契約を与えたエドワルド・ロドリゲスも肋骨の怪我を負った後に、今度は個人的な問題によって制限リストに入ることになってしまって、本来ローテーションを守っているはずの先発投手がすでに4人もいない厳しい台所状況。唯一タリック・スクーバルがここまで12先発で防御率 2.71 と、オールスター選出も期待できそうな順調な成長ぶりを見せているのが救いではありますが、打線のように歴史的な問題は抱えていなくとも、先発陣もこれだけ怪我人、しかもよりによって長期離脱を要するものだらけというのはあまりに不憫です。ローテーション4人もいなくなる想定でチーム作りはさすがにできないですからね。投打ともに誤算続きのチーム状況を考えれば、今のタイガースがこうなってしまっているのも仕方ないのかもしれません。という具合に投打ともに全く期待していた結果にはならず、タイガースフロントファンの方にとってはここまで残念なシーズンとなっているかもしれませんが、ただ昨年もタイガースシーズン9勝24敗スタートを切って、今年も最下位かと思っていたら、結構巻き返したのは思い出しておきたいポイント。昨年後半戦に至っては37勝34敗で勝ち越していますからね。もしかしたらシーズン進むにつれて力を発揮するチームなのかは分かりませんが、まだシーズンも100試合残っていますし、ここからの巻き返し、特に今歴史的な頻打に苦しむ打線はさすがにどこかで多少は調子を取り戻してくるでしょうから、浮上のきっかけをつかんでほしいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。